おはようございます。今日は2021年5月の17日月曜日の朝です。今日は私がもう20年間育てている鶏種コチョウランのシレリアナナの植え替えについて説明したいと思います。もうすでに根の消毒とか終わって今から植え付けようとしているところです。実際株の様子をちょっと拝見します。これはいつも使っている鉢ですけれども、かなり深い鉢を使っております。で、株はこんな感じでですね、50センチぐらいの葉っぱの長さで葉に斑が入っています。根っこはですね、こんな風に長くて、結構いっぱい根っこがあります。これをですね、こういう長い深い鉢の中にこういうふうにして入れて、でここの角にこう当てるとですね、こうバランスよくこう セットできます。でよく見ますと、もうこれは花茎、花の茎ですけれども、今年で去年一昨年、それからその前ずっとこうここら辺まであります。ここら辺で 7,8 年ぐらい分あって、その下はずっと根っこになってますね。でこのようにしてコチョウランはこう葉っぱはですね、古いのがどんどん落ちていって、新しいのが出ていってっていう形で伸びていきます。でこの根の消毒はこういうバケツ、大きいバケツを使って、消毒をします。まず一番初めに消毒するのはベンレートという試薬、こういったものをですね、2000倍溶液から4000倍溶液の、溶液をここの中に作りまして、でこれを根っこをですね入れて、消毒して30分ぐらい消毒して乾燥して、それをですね、この鉢の中にこう入れたままの状態にして、一晩ぐらいこう乾燥した後でいつも植えています。直接こう消毒してすぐ植えるんじゃなくて、こう少しこう根をですね乾燥させて消毒させるといいです。で実際とこのコチョウランにはちょっと貝殻虫がついていて、その駆除としてはですね、こういうふうにアクアティックと、それからちょっと見せますね、アクアティックとダインという液を使ってですね、ちょっとこれも消毒の後にちょっとだけ葉っぱのところを消毒したりして貝殻虫がつかないようにしています。で実際最近この薬っていうのはあんまり売られてないように思います。以上ですが、で今日とても風が強いですけれども、植え込み材としましてはこういう、ネオソフロン、これネオソフロンじゃないんですけども、バークですね。バークの中に軽石がちょっと入ったものを使います。皆さんの市販でしたらネオソフロンの S がいいと思います。ネオソフロンには S と M と L と粒の隆起が違うんですけども、小さい方が私コチョウランのシレリアナに合ってるんじゃないかなと思います。で実際そのバークの他にですね、これも以前紹介しましたが、こういうブロックシリコというミリオン A というものをですね、10% から 5% をランのバークにですね含ませて、一緒に植えると、これは根腐れ防止になって、しかも根をですね生き生きさせる、葉っぱも生き生きさせるということで、これを入れるとですね、コチョウランが元気に育ちます。これはぜひ園芸店に行けば、大きい園芸店に行けば売ってありますので、皆さんもこれちょっと試しに使ってみたらどうかと思います。で実際に鉢に植える場合ですけども、小さい鉢は入れないんですけど、大きい鉢の場合はこのようにしてね、鉢の底にですね、こういう、軽石とかですね、植木鉢を砕いたようなこういったものを入れて、
その通気性を良くしています。でこれは毎年ですね使ってて、これは、1年経ったら、煮沸消毒して、バイ菌とかを全部除去した状態で中に入れています。では一番最初にこれをですね鉢底に入れてみたいと思います。ちょっとカメラちょっと片手で持っているのでちょっと大変ですが、まずこの鉢底にですねこの網を真ん中にこういう感じで入れます。そしてですねこういう鉢底に軽石またはこう植木鉢を砕いたものの破片を入れます。こんな感じですね。で隙間を作ります。でその次に根っこ、コチョウランの根っこをですねこういうふうにして、ちょうどここがバランスの中心点ですので、ここでこう入れます。で左右対称じゃなくてこう葉っぱはですね垂れ下がるようにして入れます。でこういうここら辺にちょっとこう置くとこうバランス良くなります。で植え込み材はこの根元袋を根元袋じゃないですよね、入れて、それから計算白土も、入れてですね、これをよくかき回して、いきます。で、これをですね、この中にどんどん入れていきます。これを。こうやって入れていきますね。かなりの量入れますね、これね。鉢はですね、結構四角い鉢っていうのはなかなかないんですけれども、私も昔に園芸店に行ってこのようにして、こういう鉢を見つけました。こういうシルリアナっていうのはですね、ヘゴイ、コルクの板とかにもこう着生させて育てることもできますが、まあ私はまあこのようにして植木鉢で育てています。まだまだいっぱい入りますね。まだちょっとこう全然入りませんので、で水苔で植えるっていうのはちょっともうこの大きさになるとちょっともう現実的じゃないなっていう気がまあします。で水苔っていうのはまあ結構多く使われてるんですけれども、まあ、ちょっとこう根腐れを起こしたりしてちょっとあまり管理がなかなかできないというのもありますので、まあ、私はあんまりおすすめできません。でもですね、まあ、利用者の中にはですね非常に水苔の方がいいっていう熱狂的なファンの方もおられますので、まあ、それはまあそれでいいのじゃないかなと思います。ただねその水苔の場合はですねいい本当にいい良質の水苔を使えば根腐れはしないんだと思うんですけれども、まあ、あんまり良くない水苔なんかを使うとですね結構根腐れしたりとかしますので、まあ、やっぱり健全な根を育てるにはこういうランノバープとですねそれからこう計算白土ブロックシリコンみたいなものを使って、まあ、使った方がいいのかなと私は思います。
で実際ちょっとこんな感じでまだ足らないですね。まだ足らないのでちょっと大体これ1ミリットルぐらい入れればいいのかなって。これまたさらに入れます。どうも片手でしてるのでちょっと加減が難しいですが、こうやってさらに入れていきます。で植え替えの時期はですね、大体5月がいいです。花が終わって、今から葉っぱがどんどん伸びるっていうこの時期が一番いいと思います。でまあこういうふうに全ての根をですね収めることはできないんですが、こういうふうにして、根っこが外に出ててもですね、まあ、根はあの空気中の酸素、二酸化炭素を吸収したり水分を吸収することができます。まあ、こんな感じで、今日すごい風強いですね。これ隙間にも、あとこうトントントンとたこするとですね、隙間とかにも入っていきますので、まあ、こういう感じで、これでですね植え替え、であと水をですねたっぷりあげます。そして、終わりますが、まあ、一番肝心なのはもう前の植え替えの時は、ちょっと してなかったので、必ずこういうラベルですね、ラベルを必ずここに入れておくっていうことが大切です。まあ、こんな感じでですね、シルビアリナは植え替えがこれ1年で1回終わりますが、まあ、こういう感じでやっています。また来年の2月ぐらいに100以上の花が咲いたらいいなと思います。まあこれは私の一つの例ですので、皆さんもちょっと参考にしてやってみてください。まあくまでも一つの例です。それではまた花が咲いたら紹介したいと思います。以上です。